事まで1週間となりました。すでに立候補を表明している岸田氏、高市氏と比べ、どの点がご自身総理総裁にふさわしいのか、ご自身の強みは何であるかお聞かせください。また逆にご自身の弱みをどう認識しておられ、どう改善していきたいとお考えでしょうか。ありがとうございます。実行力、突破力というところは誰にも引けを取らないというふうに思っておりますし、今回のワクチンの接種を1741の市区町村、そして47の都道府県、ここと様々調整をしながら、今の時点では世界最速、アメリカに接種率で肩を並べたというところまで持ってきたということを考えると、調整力においても優れているんではないかと自負していいのかなというふうに思っております。短所については、さまざまな仲間から今日もいろいろご指摘をいただきましたので、そうしたことをしっかり学びながら前へ進んでいきたいと思ってます。はい、安野寅にお願いします。